どうも、木俣俊太です。今日も動画を見てくださってありがとうございます。今回も、芸能に関する相談の回答をやっていきたいと思います。今回の相談内容を読み上げたいと思います。社会人しながらでも俳優かっこドラマや映画などで活躍するを目指すことは可能だと思いますか、というご相談ですね。これはですね、仕事によるかなと思います。まあ、ただほとんどのその正社員としての仕事っていうのは、まあ、大体平日5日で、朝9時から17時までとかっていうことが多いと思うんですけど、まあ、それだとちょっと芸能の仕事と並行してやるのは難しいかなと思いまして、っていうのもその芸能界の仕事ってもう本当に急に決まることが多くて、まあ、例えば明後日オーディションですとか、し明後日撮影決まりましたとか、まあ、そういうことが本当に日常茶飯事で、まあ、平日も普通に仕事とか案件入ることが多いので、まあ、そうなると、まあ、融通が効く仕事じゃないとなかなか並行してやる仕事としては難しいのかなと思います。なのでやっぱり皆さん多いのはそのアルバイトだったりとか、派遣の仕事をやってる方が多いですかね。まあ、そのどんなアルバイトが多いかというと、例えばコールセンターのバイトだったりとか、まあ、あとは飲食店とかにしてもその、まあ、ある程度そのシフトの融通が効くようなそういうお店で働かせてもらってるっていう方が多かったりとか、まあ、あとはその派遣の仕事とかですかね。まあ、例えばそのイベント会場の運営補助とか、なんか飲食店のなんかスポットとして入るみたいな、そういう派遣の仕事とかがやっぱり融通聞きやすいのかなと思いますね。なので、まあ、その芸能活動を本腰入れてやろうと思ったら、やっぱりそういう融通が効くような仕事じゃないとなかなか難しいのかなと思いますね。はい、というわけで、参考にしてもらえたらと思います。そんなわけでですね、こんな調子で他の相談にも別の動画でお答えできたらと思いますので、またご覧いただけたらと思います。最後まで動画を見てくださってどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。